どうも、霊夢です。どうもマリサだぜ。今回は、プロセカキャラクターの自宅、訪問人数ランキングを調査していくわよ。訪問人数ランキング？家にやってきた人数ってことか？イベントストーリーを読んでいると、状況によって誰かの家にお邪魔する場面が見られるけど、その中でも誰の家が一番訪問されているのかをランキング形式で発表していくわ。これはプロセカキャラの人脈の広さなんかも関わってきそう。集計の対象はその家の家族以外であることが基本ね。ただし今回はスマホを自由に行き来できてしまうバーチャルシンガーもカウントしないものとするわ。兄弟姉妹やバーチャルシンガーは対象外ってことだな。あと訪問しているかどうかはイベストで明かされている内容に限るものとするわよ。サイドストーリーなんかは内容が分かってしまうと規約上あんまりよろしくないからな。サイドストーリーで誰かの家にお邪魔しているキャラがいたとしても、それは考慮しないってことだぜ。もし集計に見落としがあったらコメントで指摘してくれると嬉しいです。誰がどのイベントで訪問していたかってのも合わせて紹介するから、一部イベストのネタバレには注意だぜ。それじゃあランキングの発表を頼むぞ。第9位は同順でまず青柳家。その人数は一人だけで、ルイ君が訪れたことがあるわね。トウヤがまず昔から友達と遊ぶことすら許されていなかったから、青柳家に人が遊びに来るっていうイメージがあんまなかったぜ。ルイ君が青柳家に来たのは2023年のホワイトデイイベント。このイベントでは昔からお世話になってきた天魔兄弟に恩返しするために、トウヤがお菓子作りに挑戦するストーリーだよな。ルイ君が家に招かれたのはそのお菓子作りの味見役をやることになったからね。しかしこの時に実装されたルイ君の特訓前イラストを見てもらえれば、そのお菓子の出来栄えはお察しね。これは口に入れた途端、命にも危険が及びそう。ギャグ要素も多めで、トウヤ君の成長も見られる面白いストーリーになっているから、まだ読んでいない方にはおすすめよ。同じく同順9位は上白家。ここへはねねちゃんが訪れていた場面が見られたわ。この二人は幼馴染みだし、昔からお互いの家に出入りしていそうだぜ。イベントは初太ルイくんバナーでこのストーリーが語られたわね。ルイとネネが初めて出会った時の回想が明かされたんだよな。ある日草薙家が隣に引っ越してきて、ルイくんのお母さんがネネちゃんを家に連れてきたのよね。この頃から人見知り発揮してるネネが可愛すぎたぜ。同じく同順9位は草薙家。ルイくんバナーのイベント、カーテンコールに席別をで、M ちゃんがネネちゃんの家で一緒に練習していたことが確認できるわ。あの人見知りだったネネが友達を家に呼ぶなんてきっとお母さんも喜んでるぜ。思ったけど草薙家は一人だけで、しかもルイは入っていないんだな。ルイくんが草薙家に遊びに行ってる場面は見つからなかったんだけど、子供の頃からずっと一緒にいたからルイくんも草薙家に何度か遊びに行っていてもおかしくないわね。美男美女の幼馴染みがいるとかそれだけで羨ましい。8位にランクインしたのは東雲家。その人数は2人で、真冬ちゃんと愛梨ちゃんね。どちらもエナ関連の訪問者だな。真冬ちゃんに関してはエナちゃんバナー、願いはいつか朝を越えてみて、家に帰れる状況にない真冬ちゃんを止めてくれることになったわね。あの時は珍しくママナンが登場したり、エナ、アキト、真冬の3人で食卓を囲んだりもしてたな。アキトと真冬の二重人格コンビが面白すぎたぜ。また愛梨ちゃんに関しては実際に家に来た場面は見られなかったけど、真冬ちゃんが泊まりに来た際に、エナちゃんやママナンのセリフから過去に愛梨ちゃんもお泊まりをしていたことがわかるわね。エナと愛梨も中学時代からの仲良しだもんな。久しぶりにこの二人が主体となるストーリーが読みたいぜ。6位は同順で桃池。家に行ったことがあるのはみのりちゃん、はるかちゃん、しずくちゃんの3人ね。もわもわジャンプ勢揃いだな。確かに同じユニットのメンバーなら活動の一環で誰かの家に集まる機会は多いだろうぜ。ざっくりストーリーを見返した感じ、メンバー同士が家に集まるっていうのは意外と少なかったのよね。今回愛梨ちゃんの家に集まったことが確認できたのは、2022年のバレンタインイベント。この時にバレンタインチョコの交換会で愛梨の部屋に集まっていたんだな。愛梨様の手作りチョコ、私も食べてみたいぜ。続いても同順6位で日の森家がランクイン。先ほどの愛梨ちゃん同様、モアモアジャンプのメンバーで集まっていたわね。今度はどのイベントで集まっていたんだ？これが見られたのはしずくちゃんバナーのお月見イベント、二人、月うさぎ、日の森姉妹がメインとなったストーリーだな。この時ももじゃんは日の森家に集まってお月見配信をしていたわね。もちろんこの家にはしほも一緒に住んでるわけだが、モアモアジャンプのメンバープラスしほっていうあまり見られない組み合わせが見れてよかったぜ。お姉ちゃんが超人気アイドルだったり、今は違うけどアイドルがクラスメイトにいたりと、なかなかに羨ましいわねしほちゃん。私もアイドルに囲まれてみたいです。
4位は同順で桐谷家。その人数は4人よ。またまたモアモアジャンプだな。それなら今度はみのり、あいり、しずくの3人と。あれ？これ以上にまだいたのか？そうね、はるかちゃんのお部屋にはももちゃんメンバーと、サブキャラの早川ななみちゃんが訪れていたことが確認できるわ。ななみん、久しぶりに見た気がするぜ。登録者数80万人の人気インフルエンサーなんだよな。このメンバーで集まっていたのはみのりちゃんバナー、モアモアメイキングクリスマス。はるかちゃんの家でコラボ配信をやっていたわね。最近のももちゃんイベだとななみんの出番がないからまたももちゃんとコラボしてほしいぜ。ももちゃんも今どのくらいの登録者数がいるのか気になってしまうわね。続いて同順4位は大鳥家。大鳥家、その家の豪邸っぷりは一目瞭然だぜ。だが遊びに来ていることが確認できたキャラは意外と少ないか？まずワンダショメンバーだと司くんとるいくんが来ていたわね。司くんは M ちゃんバナー、夢の途中、輝く星たちへ。ルイ君は私たちのハッピーエンドで、大鳥家に足を運んだタイミングは別だけど、M ちゃんのお兄さんに今後の活動について交渉するために訪れていたわね。そうか、大鳥家は全員立ち絵ありボイスありの贅沢家族だから、大鳥家に足を運んだからといって M だけに用があるとは限らないよな。意外だったけどねねちゃんが大鳥家に来ている場面は確認できなかったわ。もしかしたら見落としている可能性もあるが、あの二人の仲の良さだったら何度か遊びに行っていてもおかしくないぜ。そしてあとの二人はえなちゃんとほなみちゃん。この二人はえなちゃんバナーの隙を書いて、レインボーキャンバスで着ていたわ。画力が終わってるほなみのためにえなから絵の描き方を教わるイベントで、そのお絵描き教室は M の家で行われたんだよな。M のお姉ちゃんである大鳥ひなたちゃんとの珍しい組み合わせが見れたり、ほなみちゃんが絵に絶望するというギャグ展開も見れて面白いストーリーだからおすすめね。ほなみの絵とか実際に一度見てみたいぜ。3位にランクインしたのはよいさき家。その人数は5人よ。プロセカキャラの中でも奏が一番人脈狭そうだが、訪問者は意外と多いんだな。まず1人はほなみちゃん。これは言うまでもないわね。よいさき家で家事代行のアルバイトをしているからな。家にお邪魔している回数も数え始めたらキリがないぜ。働いている分のお給料を支払っているとはいえ、頻繁にほなちゃんの手料理が食べられるなんて羨ましいわね。この2人なら結婚しても誰も文句言いません。2人目はいちかちゃん。レオニ箱イベのエコーマイメロディーで初訪問していたわね。特訓前イラストからその場面が見られたな。確かイチカがパソコンでの作曲に挑戦する上で、カナデにもアドバイスをもらっていたんだよな。作曲にどんどんのめり込んでいって、イチカちゃんの成長が見られたり、初音ミクへの愛が爆発してたストーリーだったわね。そして3人目はねねちゃん。こちらは2023年のバレンタインイベントにて、ここまで紹介してきたほなみちゃん、いちかちゃん、そして今回のねねちゃんがよいさき家に集結していたわね。果たしてよいさき家の人口密度がここまで上昇するなんて誰が想像していただろうか。バレンタインといえば虚構を連想する人が多いけど、ここではみんなでアロマキャンドル作りをしていたわね。アロマキャンドルの作り方はチョコと似ているんだなと、このイベントを読んで初めて知ったぜ。4人目はまふゆちゃん。ここでようやく同じ2号のメンバーが登場だな。初めて訪れたのはロリマフユちゃんバナー、ともしびのミラージュ。だけど現在だともはや訪問っていう領域を遥かに超えていると言っていいわね。確かに今の生活を見てるとお泊まりってレベルじゃないぜ。真冬とかなで、この二人なら結婚しても誰も文句言いません。そして5人目は未だ謎が多い人物。真冬ちゃんのお父さんね。第三章が始まってからカナデの家まで定期的に様子を見に来てくれているんだよな。真冬パパはニーゴのワールドリンクイベントでその姿が明かされたわね。真冬ちゃんも抱えている問題を少しずつお父さんに伝えられるようになってきてるから、それを受けて今後朝日奈家がどのように対応するか楽しみね。真冬パパが敵となるか味方となるか、気になるところだぜ。以上5人が、よいさき系の訪問者よ。意外と多かった。1位はまさかの同順位。まずは白石家、かっこいいウィーケンドガレージよ。ウィーケンドガレージって、ケンさんが経営してるカフェじゃねえか。これは、アンの家として、ありなのか？入れようか迷ったけど、見返してみるとアンちゃんの部屋とか今まで出てきてなかったし、今回は白石家枠として入れさせてもらったわよ。もしかしたら店舗兼用の住宅かもしれないからな。だがカフェはカフェだし、これは訪れる人はかなり多そうだぜ。早速だけどまずはビビバスメンバー、小羽根ちゃん、アキトくん、トウヤくん、サブキャラの新田くん、三田くん、達也くん、タイガさん。そしてイベント、公共する街の片隅で似てしほちゃん。合計8人が訪れているわね。やはり大半がビビバス関係のキャラクターが占めているな。立ち絵のないモブキャラも含めてしまったらキリがないわね。
もちろんカフェとしてくつろぎのスペースとしても使えるが、イベント終わりの打ち上げにも使われたりして全員で集まる機会は少なくないぜ。今後のイベントでいつかあんちゃんの部屋も見てみたいわね。白石家でのお泊まりイベント、待ってます。そしてその白石家と並ぶ同順1位は天負け。カフェと並ぶほどのキャラたちを家に招き入れていたんだな。まずはさきちゃん関連で、いちかちゃん、しほちゃん、ほなみちゃんのレオ2メンバー。これはいろんな場面で見られそうだな。初期のさきちゃんバナー、雨上がりの一番星でも見られたわね。そして2022年のバレンタインイベントではアイリちゃんとエムちゃん。先の家に集まってお菓子作りするんだよな。ちなみにこの後にしずくちゃんも天負けの前までやってくるけど、家の中には入っていないから今回はカウントしていないわ。推しがここでしずくも含めていたら堂々の1位になっていたことになるんだな。続いてはつかさくん関連で、るいくんとねねちゃん。この二人は2022年のホワイトデイイベントで来ていたわね。この時はレオ2メンバーもいたから、二つのユニットが一つの家に集結していたことになるな。天魔兄弟の部屋もそうだけど、この家全体的にかなり広いわよね。家でパーティーを開催しても全く不自由がないだろうぜ。そして2023年のホワイトデイイベントではトウヤくん。ここでも天魔家でホームパーティーが行われたわね。天魔家と青柳家は昔から交流があって、トウヤはよく天魔兄弟の元でお世話になっていたんだよな。以上8人が天魔家の訪問者となるわ。ということで今回の動画はここまで。あまり想像できないランキングだったが、ストーリーを読んでて天負けはかなり多いと思っていたぜ。一番人脈が薄い印象のあるかなでが意外とランキング高いのはストーリーを読まないと気づけないかもしれないな。編集を始めてから気づいたけど、やはり白石あんちゃんの部屋は気になったわね。今後のストーリーで登場してくれることに期待だぜ。この動画がいいと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。